皆さんこんにちは、まめです。最近のほとんどの SNS や便利アプリは皆さんの個人情報を取得してそれをサービスに活用しています。例えば位置情報だったり検索履歴、連絡先などなど。でも僕たちの生活を便利にする一方で、やはり個人情報取得と聞くとあまり気持ちのいいものではありませんよね。そこで今回はアプリごとに一体どのような個人情報が取得されているのかというのを詳しく見る方法をご紹介したいと思います。それでは早速行きましょう。まずはアップストアを開いてください。実はアップルは去年の12月からアプリにどのようなユーザーデータを収集・追跡しているかといったプライバシーラベルを表示するように義務付けました。早速見ていきましょう。例えばツイッターアプリ紹介ページを下にスクロールしていくと、アップのプライバシーとしてこのアプリがどのようなユーザーデータを収集・追跡しているかを分かりやすく見ることができます。ユーザーのトラッキングに使用されるデータ。トラッキングとはターゲット広告などを目的としてアプリで収集したデータをサードパーティーのデータと紐付けることを言います。ツイッターにおいては購入履歴や位置情報、閲覧履歴といった情報が他社アプリとの間で紐付けられているということになります。ユーザーに関連付けられたデータ、これがこのアプリ内でユーザーの識別やサービス利用のために取得されている情報になります。ツイッターの場合は位置情報や連絡先、そしてユーザーコンテンツ、これは主に画像ですね。画像をツイートする際にユーザーの写真ライブラリーにアクセスしているということです。ちなみにタッチすれば詳細を確認することもできますね。このようにたくさんのユーザーデータが収集されていますが、必ずしもここに書かれているものすべてが収集されているというわけではありません。例えばツイッターであれば、画像をツイートしない限りツイッターアプリは写真ライブラリーにアクセスできないので、ユーザーコンテンツは収集されません。次にスノーも見てみましょう。こちらはユーザーに関連付けられない形で位置情報や連絡先情報を取得しているようです。確かにスノーのようなカメラアプリであれば位置情報を個人に紐付ける必要はなさそうですもんね。このようにこのアプリ個人に紐付ける必要がなさそうなのになぜ？みたいな一つの指標とすることができそうです。ちなみにこのようにまだプライバシーラベルが公表されていないアプリも存在します。これは怪しいというわけではなく、表示が義務化されたのが12月なのでまだ反映されていないという可能性が高いです。アプリの個人情報取得は多くの場合僕たちの生活をより便利にするために使用されています。それを念頭に置きながらこういった情報をチェックしてみることをお勧めします。以上、今回はアプリごとの個人情報取得情報を確認する方法をご紹介しました。それではまたお会いしましょう。